産業革命による時代の変化は人々の価値観をも大きく変化させた。それは精神文化の衰退を意味していた。1783年、ラキ火山の噴火によりヨーロッパ全土が暗闇に覆われていたその時、闇に紛れるかのようにイギリスの一部の都市で大量の悪魔が溢れ出したのである。それは止める者の心変わりにより既得権益を失うことを恐れた錬金術師たちによる暴走だった。彼らは自らの秘術で作り出した悪魔の力と同調する結晶を移植した人間、シャードリンカーを生贄としてこの世に大量の悪魔を召喚させたのだ。人々を巻き添えにしたその動乱は教会の力によって鎮められたが、支払った代償はあまりにも大きすぎた。一方、全て死んだと思われていたシャードリンカーであったが、悪魔召喚の儀式の中で唯一奇跡的に生き残った青年ジーベル。儀式の直前に謎の眠りに落ち儀式を免れた少女ミリアム、この2名だけがかろうじて悲劇を逃れていたのである。それから10年の月日が流れ、人々が全てを忘れ去った頃、また再び悪魔が城と共に現れる。時を同じくして眠りから目覚めたミリア、その血塗られた儀式がジーベルの仕業と知った彼女は、錬金術師ヨハネスと共にその呪われた城へと赴く。運命を乗せた船はその時をただ待つのみであった。ねえヨハネス、本当にジーベルが悪魔を？それは間違いないミリアム。やっぱり信じられない。だって私が今生きているのはジーベルのおかげなのよ。君の信じたい気持ちもわかる。だけど確かな情報なんだ。そして10年前の事件、彼を変えるには十分すぎた。本当にすまない。僕の仲間たちが君たちにしたこと、許されることじゃないんだ。あなたが謝る必要はないわ。ヨハネスはいつも私たちを守ってくれてたもの。だけど。そんな昔のことより、今やるべきことを考えるべきだわ。本当にジーベルの仕業なら、私が止めなくちゃいけない。それが彼との約束だから。本来なら親友だった僕が。シャードの実験のためにたくさん戦闘訓練も積んでるし、私のやれることをやるだけよ。ところで、どうして私は10年も眠っていたの？それが僕にもわからないんだ。分かっているのは時間を止めるような特別な術式の魔法だったこと、それと力の減衰を観測することでちょうど10年で目覚めるだろうと予測できたことぐらいだ。そう。そろそろ目的地に着きそうだ。準備をしておいた方がいいな。そこの箱に必要な装備を入れておいた。まずはそれを取って装備するんだ。
装備できたようだね。それじゃあ次は。ここは私に任せて。今のはシャードか。久しぶりの感覚だけど、悪魔の力を得るのは気分が良くないわね。君の体に埋め込まれている結晶、それはシャードと呼ばれる悪魔の力が個体化したものと同調する。その力は強大だけど、少しずつ生身の体を侵食していくんだ。でも今はヨハネスが発見した術式で侵食は止まってるはずよね。確かにそうだけど、外部からシャードを大量に取り入れて大丈夫という保証は。だとしても今の私にはこの力が必要だわ。それに自分の体のことは自分が一番わかってるつもり。それにピンチの時はいつもヨハネスが助けてくれるじゃない。頼りにしてるわ。都合のいい頼り方だ。でも信頼されているからには期待に応えないといけないな。ただ無理だけはしないでくれ。あ、こんなところにも悪魔が。城からの悪魔が大量に侵入しているのか。いい準備運動ね。ちょっと船の掃除をしてくるわ。これは魔力に反応する魔道具ね。手をかざせばいいのかな。
Thank you.
どうして人間たちが俺たちにしたことを考えればわかるだろう。10年前の出来事ならヨハネスから聞いた。確かにそれは許されることではないわ。でも今あなたがやっていることは彼らと同じことじゃない。違う、奴らは俺たちの体を作り変えた。それならこの世界を変える権利が来るんだ、ミリアム。お前だけが俺の痛みを分かち合える。人間ではないか。覚えてる？それは昔。そんなことはどうでもよくない。 生きる希望を失っていた私は、あなたの力そのものに善悪がない。力の使い方に善悪があるんだって。ジーベル様、そろそろ戻りませぬと。ミリア、悪いが昔話はここまで。 俺を止めに来たのだろう。ならば俺を探し出してみろ。その道中お前はシャードを取り込み悪魔の力を使わなければならない。それでまだ自分を人間だと思うなら、その時もう一度話を聞いてやる。行くぞグレモリー。 待って！
知ってるジーベルの顔だった。ブラッドステイン。着いたね。ここは村？ひどく荒らされているわ。これもジーベルが。悪魔たちの進行が思ったより早いな。さあ行こう。この先に協力者が待ってるはずだ。ちょっと待って。悪魔の気配を感じる。私この先に協力者がいるはずだ。くれぐれも気をつけてくれ。Thank you.
助かりましたわ、ミリアム。私を知ってる？もしかして、あなたが…遅くなってすまない、ドミニク。この人が協力者なのね。はじめまして、私はドミニク。教会から派遣されたエクソシストですわ。はじめまして、私はミリアムよ。約束通り、ミリアムを連れてきてくれて感謝しますわ。君の頼みだからそれは構わないけど、ミリアムの意思があるとはいえ、彼女を危険にさらすんだ。ちゃんと説明はしてほしいな。そうね。いいですわ。この事件にシャードリンカージーベルが関わっていることは伝えました。それは間違いないわ。本人と話したから。あったのか、ジーベルに。それなら話は早いですわね。シャードリンカーによって再び起こされた悪魔の大召喚。そしてそのタイミングでもう一人のシャードリンカーが眠りから覚める。確かにそうだけど、ミリアムを戦わせることに僕は賛成はしてない。それを決めるのはあなたではありません。ミリアムを連れてきていただいたのは、被害に遭っているこの村の現状を見てもらい、ミリアムの意思を確認するためですわ。どう、ミリアム。もちろん断っても。この村のこともそうだけど、私はジーベルを止めなければならないの。彼とそう約束したから。ありがとう。そしてごめんなさい、すべてを任せることになってしまって。ごめんね、話に夢中になってて。お嬢ちゃん、怪我はなかった？ありがとう、お姉ちゃんたち。どういたしまして。お名前を教えてくれる？アン。アン。いい名前ね。ここは危険だから安全な場所に行きましょうね。うん。一緒に来てもらえるかしら？先ほど調べておいたのですが、この辺りが安全そうでしたわ。確かに。ヨハネスと私たちはここでミリアムをサポートすることにいたします。ミリアムを一人で行かせるわけには。ミリアムは戦闘訓練も受けていると聞いております。それであれば私もあなたも。あ、いや、でも私一人で大丈夫よ。そんなに心配しないで。わかった。僕たちはここで。僕そうと決まれば準備を始めましょう。くれぐれも無理はしないでくれ。それと錬成はいつでもできるように。わかったわ。怪我しないでね、強いお姉ちゃん。任せて。
いらっしゃい。初めてですから説明させていただきますわ。お願いします。ここはアイテムを売買できる、いわゆるショップですわ。本来なら無料で支援したいところですが、ここでは教会の資本もそう簡単に入れることもでき、きちんとサポートするためにも申し訳ありませんが有料でお願いしますわ。サポートしてもらえなくなるのはもっと困るから理解したわ。あとここではシャードの買い取りもさせていただきますわ。え、それって大丈夫なの？もちろんですわ。買い取ったシャードは教会が責任を持って浄化、そのため買い取りはできますけれども、売るシャードの特性上同じものを複数持つことで強くなりますが、同時に強くなる限界もあります。それとこれが一番気がかりなのですが、大量のシャードを持つことで侵食が進むかもしれないけど、でもそれは自分で何とかするわ。それでも余ったシャードは積極的にお金に変えることを。心配してくれてありがとう。これで説明は終了ですわ。さあ見ていってくださいね。どれを買ってくれるのかしら。これでいいのかしら。感謝いたしますわ。どれを売ってくれるのかしら。これでいいの。ありがとう。どれを売ってくれるのかしら。どれを買ってくれるのかしら。これでいいの。ありがとう。あ、これを渡すのを忘れていましたわ。ここの建物の鍵です。これでこの先に進めるはずですわ。わかったわ。ありがとう。それと安全なこの場所に生き残った人たちも呼んでおきましたわ。皆さんは一様に悩みを抱えています。話だけでも聞いてくれると嬉しいですわ。できる範囲で構わないなら。それで大丈夫ですわ。ではいつでもいらしてね。
聞いておくれよ。化け物たちが突然襲ってきたんだ。私たちは必死で逃げたよ。他の人たちは？ほとんど殺されたよ。私の旦那も含めてね。許せないんだよ。みんなを殺した奴らがさ。頼むよ、あんた強いんだろ。私に力を貸しておくれよ。私にできることなら。お、握るよ。私はリンジ、あんたミリアムよ。よろしくミリアム。私は化け物どもの情報を集めておくよ。その情報をあんたに伝えるから、みんなの仇を取っておくれ。もちろん報酬は用意するからさ。わかった、引き受けるわ。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。この仕事は私の旦那の弔いさ。ぶっ殺しておくれ。いや、来たね。ここにこんな設備を揃えるなんて、教会の力ってすごいね。ほんと、びっくりだわ。じゃあここでできることだけど、いくつかの素材を錬成することで、いろいろなアイテムを作ることができる。まずは習うより慣れろだ。こっちで用意した素材でまずは錬成してみよう。さて、何を錬成する？これにしようかな。よし、できた。これにしようかな。これはいいぞ。これにしようかな。これはいいぞ。これにしようかな。これはいいぞ。これにしようかな。よし、できた。一度錬成したアイテムはドミニクのお店に卸しておくので、そこで購入できるように手配しておく。
それと僕の知ってる範囲にはなるけど、素材から何ができるかは教えられるかな。だけど僕の知らないアイテムはどこかでレシピを手に入れる必要があるね。手に入れたら持ってきてくれ。わかったわ。それと君が手に入れた悪魔の結晶、つまりシャードのことだけど、シャードによって決まった素材が必要だけど、おおむね利便性が上がる方向に編成できる機会があったら試してみてくれ。シャードも錬成できるってことか。あと僕も含めてなんだけど、今まで生きるのに精一杯だ。材料を持ってきてくれれば料理も錬成することができる。新しい食事を取ることでまだ成長する余地があると思うんだ。うちの畑から化け物が消えて助かったよ。とはいえ畑はめちゃくちゃにされて、作物を育て直さない。何を育てるの？まだ何も決めてないな。俺はハリー、あんたは？ミリアムよ。ミリアム、何か育てられそうなものを持ってきてくれないか。あんたに取り分は渡すし、育てるのはもちろん俺がやるよ。見つけたらね。じゃあ俺は畑で待ってるよ。これでどうかしら。わかった、育ててみよう。植えたばかりだよ。
クリア。エア。Thank you.
ここに。ヨハネスか、あのバカデシメ。余計なことを。10年前のこと聞いたわ。なぜそんなひどいことを。そんな昔のことを今さら語るつもりはない。昔のことって、父親のように思ってたのに。そんなことより書だ。ジーベルが持つ書を手に入れなければ。書って何のこと？お前に話しても無駄だ。アルフレッドか。なんであんたが生きている？お前らこそなぜここに来た？質問してるのはこっちだ。私がここにいる。それが答えだ。お前もあの書を求めているのか？あの書、ロガエスの書か。あれは私が使うものだ。誰にも渡さん。あの書は我々が持ってはいけない。またあの悲劇を繰り返すつもりか。問答拉致もなし。まさか邪魔をする気ではあるまいな。邪魔？私の力はお前がよく知っているはずだ。ミリアムと共にここから立ち去り、死にたくなければな。
嫌な予感がして来てみたら、あいつがいるとは。ねえ、ロガエスの書って何なの？ああ、もともと僕たちのギルドが持っていた精霊を召喚できるという書だよ。10年前の悲劇は、その書の力で君たちの結晶を触媒にして引き起こされたものだったんだ。そんなものがあったなんて。まだ錬金術の復権を望んでいるのか。だけど、あの書は僕たちが二度と手にしてはいけない。そうか、ジーベルの持っていた。あれがロガエスの書。この現状を考えると、それが自然だとは思っていたけど、やっぱりそうだったか。儀式で生き残った時に手に入れていたということか。アルフレッドも止めなきゃ。いや、君はジーベルを追ってくれ。アルフレッドより先に書を確保してほしい。あ、そうね。奴のことはドミニクにも相談してみる。それじゃあ僕は一旦戻る。Yeah!
乗りたいのかい？ 乗せてくれるの？ いいところへ連れてってあげよう。と言いたいところじゃが、ほれ、そいつが邪魔しよって先に進めんのじゃよ。押しても動きそうにないわ。お嬢ちゃんの手がもっと大きければ動かせるかもしれんの。
待て。ん？見えるぞ。そのまがまがしい気。いや、魔力か。そうだけど、あなたは誰？ならば、切らねばならない。エンタル！
待て。風速是式。はあ。やめなさい、残月。邪魔が入ったか。何度言ったらわかるのかしら。私たちの敵は悪魔とそれを欲するものよ。俺にとっては全部同じだがな。悪魔を召喚した錬金術師も、その引き金となったシャードリンカーも。錬金術師たちは自ら悪魔を欲した。許していいですが、ミリアムは違います。だからこうしてこの戦いに尽力してくれているわ。甘いな。そうやって信じた仲間が過去に何人も死んでいった。私がそんなに弱く見えるのかしら。今日が覚めた。それに、あなたの仕事は、アルフレッドを止めることよ。わかっている。シャードリンカー。ドミニク、お前の指示は聞いてやる。だがそれ以外は、俺の好きにさせてもらう。ごめんなさい。私の仲間が失礼なことを。大丈夫。慣れてるから。誰が何と言おうと、私はあなたを信じますわ。ありがとう。そう言ってもらえるだけで救われるわ。彼は遠い東の国から来たデーモンハンターなのです。いいえ、それ以前から悪魔に大切なものを奪われたせいで、それに関わる巣でもその力は本物ですわ。それは戦ってわかった。しかもまだ本気じゃなかった。彼の心に迷いがあるということかしら。ではそろそろ戻りますわね。案を残していますので。
そこ。レア。そこ。コーナー。ゼイ。ゼイ。うつけぐエンバル。Ugh!
やめなさい、懺悔。ごめんなさい、私の仲間。Yeah!
Thank you.
Yeah.
何か用件はある？私が集めた化け物の情報はこんなところだね。よくやってくれたね。こいつは報酬だよ。収穫できたよ。ほら、あんたの取り分だ。持ってきな。大勢の人が殺されたわ。あなた強いんでしょ？私、あなたが戦うところを…それほどでもないわ。謙遜ね。私はアビゲイル。あなたは？ミリアムよ。ミリアム。強いあなたを見込んでお願いがあるわ。私ね。お墓ね。本当は亡骸を埋葬してあげたいんだけど、せめて形見の品だけでも埋めてあげたいのよね。だからあなたに形見の品を探してきてほしいの。もちろんお礼もするわ。協力してくれないかしら。いいわ、喜んで。ありがとう。じゃあ早速だけど、頼んだわよ。調子はぼちぼち。約束の品よ。確かに。
ってきてほしい形見の品は、これを探してみるわ。頼んだわよ。調子はぼちぼちね。約束の品よ。確かに。持ってきてほしい形見の、これを探してみるわ。頼んだわよ。調子はどぼちぼち。また来てちょうだい。調子はどぼちぼち。また来てちょうだい。調子はどう。ぼちぼちね。調子はどう？ぼちぼちね。また来てちょうだい。何か上、これでどうか。わかった。何か要件。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。この仕事はぶっ殺しておくれ。何か要件は。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。この仕事は商人のショーンの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。地獄を見せられるなんて、長生きするもんじゃないね。元気出しておばあちゃん。すまないねお嬢ちゃん。あたしゃスージってんだよ。私はミリアム。何か力になれる？そうだね、食べたい料理があるけど、なんとかしてみるわ、おばあちゃん。気長に待っとるよ。中庭で橋を渡るために馬車に乗りたいんだけど、石像が邪魔してるのよね。
ちょうど残月からヤブミが来てますわ。西洋の社にて石像を運ぶあやかしを見て候と。その悪魔のシャードなら重い石像も動かせるのかしら。だとしたらすごい怪力ね。残月はあの橋を渡れたのかな。追伸に飛び越え候と書いてありますわ。え、それはそうと、何かどれを買ってくれるのかしら。これでいいのか。ありがとう。どれを売ってくれるのかしら。これで感謝いたしますわ。ありがとう。あの時は助けてくれてありがとう。いらっしゃい。さあ今日はどうする。できた。これにしようか。これはいいぞ。これにしようか。これはいいぞ。これにしようか。これにしようか。これはいいぞ。これにしようか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 。ねえ、10年前のことを。元々の発端、そしてギルドのメンバーたちは今まで得ていた既得権益をどうしても手放だから、精神文化の消失は悪魔をこの世界に呼ぶことだと警鐘を鳴らし続け、でもそんな簡単に人の考えは変わらない。だから実力行使に出たんだ。そして恥ずかしい。でもそれが事実だ。ありがとう、話してくれて。いらっしゃい。さあ今日はどうする。これにしようかな。やった。
これはいいぞ。これにしよう。これはいいぞ。これにしよう。これにしようかな。よし、できた。これにしようかな。よし、できた。そうだ、城のことについて役に立つかわからないけど教えておくよ。城自体は地獄から悪魔ごと召喚されたんだけど、もともとここは僕たちがいた錬金術ギルドの。だから、そういえば、ちゃんと食べてるか。さて、何を練成する。またThank you.
であり我でないもの。Thank you.
お嬢ちゃんの手がもっと降りていいぞ。 何か要件はある？私が集めた化け物の情報はこんなところだね。よくや。何か情報は？私がよくや。何か情報はあった？私が集め。よくやってくれ。何か要件はある？私が集めた。収穫できたよ。何か植える？これでどうかしら。わかった。調子はどぼち。約束の品よ。確かにこれでお墓。
持ってきてほしい形見の。これを探してみるわ。頼んだわよ。調子はどう？ぼちぼ。よくわかったわね。これよ。早速いただくわね。うまい。私も食べたいな。少し元気出たよ。よかった。元気出してね、おばあちゃん。まだ何か食べたいものはある？そうだね。なんとかしてみるわ、おばあちゃん。気長に待っとるよ。持ってきてくれ。よくわかったわね。これよ。うまい。私も食べたいな。少し。よかった。元気出して。まだ何か食べたいものはある？そうだね。なんとかしてみるわ、おばあちゃん。気長に待っとるよ。私って結構ジャンプ力あると思うんだけど、この設計がおかしいと思うわ。そもそもこの城は魔によるもの、人の常識とは異なりますわ。住居として使われるのかも。残月もこの城を調べているんでしょ？どうしてるの？あなたの跳躍力は結晶による肉体強化の恩恵ですが、彼は鍛錬によって人間の限界を超えたもの。空中でさらにジャンプできると聞いていますわ。とんでもない人ね。その残月からヤブミが来てますわ。書物に囲まれた社にて空に跳ねるあやかしを見て候と。その悪魔のシャードなら私も空中でジャンプできるのかも。そうであれば行けるところが増えそうですわね。ところで何か必要なものはあるかしら？どれを買ってくれるのかしら？これでいい。ありがとう。これでいいのかしら？感謝いたしますわ。どれを売ってくれるのかしら？これでいい。取引成立ですわ。どれを売ってくれるのかしら？ありがとう。いつでも待ってますわよ。ちゃんと食べてる。さあ、今日はどうする？
ねえ、かつてのね。いや、いらっしゃい。さあ、今日はどうする？これにしようかな。これはいいぞ。これにしようかな。これはいいぞ。無理はしないでくれよ。
Thank you.
シャードを集めたようだな。悪魔の力を得るのはどんな気持ちで？別に何とも思わないわ。これはただの力よ。私の意志で使っている人間の力よ。愚か。それだけの力を得てなお愚かなのはあなたよ。絶対に私を捨てない。まあいい、まだ時間はある。見つけたぞジーベル。ロガエスの書は私のものだ。返してもらおう。まだ生きていたか。死ね、このくたばり損ないが。うん、次は外さん。ここで終わらせる。マエル様のためにも無駄な力はお控えください。うん、そうだな。逃がしたか。アルフレッド、ロガエスの書を手に入れてまた同じことを。すぐに痕跡を追わねば。